アルギルダス・ミーコラス・ブラザウスカスは、リトアニアの政治家、首相や大統領を務めた。1932年、独立期のリトアニア北部のロキシュキスに生まれる。1952年、カウナス工業大学を卒業する。リトアニア共産党の党官僚として出発し、1965年建設資材、産業大臣、1967年国家、 計画委員会副議長、1977年、リトアニア共産党中央委員会初期など、党と政府の要職を歴任した。ミハイル・ゴルバチョフがペレストロイカを開始すると、リトアニアを含むバルト3国では、ソ連から離脱し、独立の機運が高まるが、ブラザウスカスは、リトアニア共産党独立派の領袖として活動し、百八十八年十月、リトアニア共産党、 第一初期に就任する。第一初期としてのブラザウスカスは、共産党の一党独裁、民主集中制の放棄を表明するとともに、ソ連共産党からの分離を推し進めた。リトアニアが独立を回復した後、リトアニア共産党独立派が解組した、民主労働党党首に就任する。また、1990年副首相、1992年、 最高会議議長などを歴任する。1993年、大統領制導入に伴い行われた大統領選挙に出馬し、当選。独立回復後の初代大統領となる。1998年に大統領を辞任。その後、2001年に社会民主党党首や首相を務めている。2006年6月、連立内の内紛から首相を辞任した。 2010年6月26日、前立腺がんのためビリニュースで死去した。ありがとうございます。